お笑いコンビ、フットボールアワーの岩尾望むが5日、フジテレビ系、バイキング、で、スマップ解散の理由を知りたいと訴えた玲奈に対し、ほんまのファンじゃない、と一括した。番組では昨年の大晦日で解散したスマップについて議論、その中でファンがクラウドファウンディングでお金を集め、一貫紙へ、いつもたくさんの愛と勇気をくれたスマップへ、と題した広告を掲載したことにも触れた。結局、解散理由などについて、メンバーから直接語られることはなかったが、それについて玲奈は、こんだけ騒がせた、一年間も、もやもやする、私は解散した理由が知りたい、と訴えた。だがこれに反論したのが MC の坂上忍と岩尾。坂上は、だったら聞きに、行けよ、と突き放したが、岩尾はファンが掲載した広告に触れ、ほんまに、クラウドファウンディングとかやるファンの人の思いが解散理由を知りたいならば、お金集めて、あなたたちはなぜ解散したのですか、と出すと思う、と疑問を呈し、でも、ありがとう、という思いを広告に出したのは、ほんまのファンはそんなことじゃなく、ありがとうという気持ちだった、と、本当のファンは解散理由など知る必要はないと考えているのでは、と訴えていた。これに坂上も同意、個人の欲求をしまい、ありがとうを優先させたんだよ、と話し、岩尾も玲奈へ、ほんまのファンじゃない、そういう人間がごちゃごちゃ言うんですよ、とたしなめていた。